シドニー日本人国際学校はオーストラリアのシドニーにある日本人学校。日本の文部科学省の教育課程を学ぶ日本人学級とオーストラリアの私立校としてニューサウスウェールズ州のカリキュラムを学ぶ国際学級を併設しており、日本国籍でない生徒も受け付けている。現地のカリキュラムを英語で指導する学級を開設している世界で、 唯一の日本人学校である。年表の出典は、日本の文部科学省の教育課程を学ぶ。小学部と中学部がある。文部科学省から派遣された日本の派遣教員により通常の基本課程を学ぶ。通常の教育課程の英語とは別に、ネイティブ教師による英語学習からイヤー6までの児童が通う。 オーストラリアの教員免許を保持した教員からニューサウスウェールズ州のカリキュラムを履修する。また、通常のカリキュラム以外に日本人のネイティブ教師による週に5時間の日本語の授業がある。すべての国籍に文句を開いているのも特徴である。音楽、図工、体育、プログラミングの授業は日本人学級と国際学級合同のミックスレッスンにて、 日本語と英語で授業を受け、現地のオーストラリアの多国籍文化に触れながら、日本の文化を学べるカリキュラムとなっている。学校グランド、2018年撮影。校舎は、シドニー中心部より北へ、約3 0トルのテリーヒルズ、国立公園に隣接する位置にある。各教室には、冷暖房と電子ホワイトボードを導入しており、コンピュータルームや語学教室、 音楽室などの特別教室、日本庭園、作動室、図書室を備えている。運動施設は、天然の芝生、200メートルの陸上トラック、屋外運動場、体育館がある。国際学級の年度は、現地のニューサウスウェールズ州に準じて、1月から始まり12月終了で、日本人学級の年度は日本に準じて4月から、始まり3月終了となっている。 学期は現地の学校と同じ4学期制をとっているが国際学級と日本人学級合同で授業やイベントを円滑に行うため現地の公立校と若干異なる期間がある特に公立校と比べて12月から1月の夏季休暇は若干短く3月から4月の秋季休暇は若干長めの設定となっている転入学希望者に対して 学校オープンデーを開催。また、随時個別のスクールツアーを行っている。また、学校入学希望者には体験入学を受け付けるなどしている。ありがとうございます。